ベーレンはドイツ連邦共和国ノルトライン・ベェストファーレン州、バーレンドルフ郡の町村である。ベーレンはバーレンドルフ郡で最も人口の少ない町であり、ノルト・ベェストファーレン州でも最小クラスの町の一つである。ベーレンはミュンスターラントボンチに位置する。この町はアクストバッハ川川及びバイルバッハ川のアゼに位置する。バイルバッハ川は 町の西側でアクストバッハ川に合流し、アクストバッハ川はバーレンドルフ近郊でエムス川に注ぐ。小さな田舎町に分類される。この町の面積は31.35平方キロメートルである。町域の大部分は農業に利用されており、その占有率は周平均よりも約25%高い。これに対して森林の割合は極めて低い。 ベーレンに隣接する市町村は北から時計回りに以下の通りであるハルゼービンケル、ヘルゼブロッククラールホルズ、エルデ、エニガーローバーレンドルフ、ザッセンベルク。ベーレンにはさらに細分される地区はない。ベーレン周辺には様々な農場や工作地があるベステ、ティーヤホルンブッシュ、ラントハーゲン、ゼリースタイヒ、エースター、ホルトバウム、ヘムフェルト、 キービッツハイで、ヘルスター。また、住宅地にも、固有の名前を有するものがある、ゼーフーゼン、グローサーガルテン、バウエルンロット地区。1928年にヘルスター農場で、発見された骨壺により、紀元前100年から紀元前150年頃に、ベーレンにゲルマン人の集落があったことが証明された。920年に、ベーレンに、境界区が設けられた。 ニトハルト司教は最初のベ連ンの教会を性別した。これはアクストバッハ川沿いのシュルテンホフスを治めていた司教の家臣、ブリニングによって寄進されたものであった。ベ連ンの教会史上最も古い記録は司教ジークフリートによるベ連ンの教会設立に関する1022年のものである。 教皇エウゲニュース三世の1146年5月23日の文書には、クラール・ホルツ修道院所有のものとして、ベーレンの農場と礼拝堂が記述されている。ミニステリアーレ一門のベーレン家は、1269年に、金樹ハインリヒが初めて歴史に登場する。ベーレンは1294年に、ミュンスター市教領主のアムト・ザッセンベルクに編入された。 ミュンスターからバーレンドルフ、ベーレン、レーダを経由してパーダーボルンへ往復する郵便馬車路線が1679年に設けられた。1808年にベーレンは新設されたベルク大公国となった。さらにウィーン会議後、ベーレンはプロイ占領となった。1887年のミュンスターからバーレンドルフ経由でレーダビーデンブリュックに至る。 バーレンドルフ鉄道の開通により、ベーレンは鉄道交通に接続した。この町は1939年に紋章の使用権を認められた。洗礼者聖ヨハネ教協会1967年から1968年に、ミュンスターの建築隔離したクレフナーディルクセンの設計に基づき洗礼者聖ヨハネス教会が新たに建設された。 多角形の平面に横長の楕円形の境界堂が建設された。災害室は北向きに配され、やや高くしつらえられた。この教会は、レンガ製で平屋根をいただいている。教会堂は、主老の様式で、教会堂とは分離して建てられた。この教会は、先礼者製ヨハネに捧げられた。1969年に古い教会は取り壊された。 教会広場は20世紀の世界大戦による死者を記念する場所に改装されたが、1854年に建造された古い教会の基礎は現存している。ベーレン、オステンフェルでベストキルヒエンで構成されていたアムト・ベーレンが1974年12月31日に廃止され、1975年1月1日に、ベーレンはその権利継承自治体となった。 この廃止されたアムトには、ベーレーン、オステンフェルで、ベストキルヒエンが属していたが、後者はエニガーローに編入された。1995年5月28日に、ベーレーンは1075年祭を祝った。ノルトベストファーレン州の地域再編に伴い、1974年7月9日に、成立した、新設された、ミュンスター、ハム地域の市町村及び、 軍の新設に関する法律に基づいて、1975年1月1日に、オステンフェルデとベストキルヒエンがアムト・ベーレンから分離され、エニガー・ロー市に編入された。ベーレンは、このアムトの権利継承自治体となった。2008年のベーレンの平均年齢は、38から39.5歳であった。この結果からベーレンは、比較的、若い町である。 米連の出生率は一時期ノルトベストファーン州内でトップであった。現在、死亡と出生及び転入はバランスが取れている状態である。米連の長議会は24議席で構成されている。これに長長のエリーザベト・カムマンが投票権を有する議長として加わる。2016年現在、米連の長長はエリーザベト・カムマンである。 第二次世界大戦以後の町長,長を歴史する。ベストファー練習の長官は、1939年3月2日の文書で、アムト・ベーレンに、紋章の使用を許可した。ベーレンは、このアムトの権利継承自治体として、新たな許可を必要とせず、この紋章の使用権を引き継いだ。ズンガラ、青と金色の菱形格子の地に、銀の爪と赤い舌を見せる黒い獅子。 この紋章の原型はバーク家の家紋である。バーク家は14世紀半ばから17世紀初めまでグレービング法府館を所有し、ベ連ン周辺地域の林業裁判官であった。獅子は、英税で貴族化の紋章に由来する。この町は、ノルマンディ地方のルーアン近郊に位置している。姉妹自治体関係は、ドイツ・フランス友好サークルによって維持されており、 大変活発な交流が行われている。毎年、キリスト商店祭には、相互訪問を行っている。さらに夏には、青年集会が行われる。7月の第2週末に、ベ連レンで、射撃祭が開催される。射撃クラブには、約1100人の会員がいる。聖ヨハネの祝日後の週末にビルイコールエカル広場で、教会祭、ヤンスツーバイレンが開催される。 宣令者西洋羽根は、ベ連のカトリック教会の守護聖人である。2013年、クラッハームバッハのメインステージベ連レンでは1994年以降、オープンイコールエアイコールフェスティバル、クラッハームバッハが開催されている。このフェスは毎年8月の第1週末に開催される。もともとは1970年代に始まったイベントで、当時はロックイン。 デアハイデと呼ばれていた。長年の間には、後に有名になったミュージシャンも出演している、ビートステークス、エミール・ブルス、ヨンリン、ブラックメール、リボルベルヘルドなどである。クラッハ・アムバッハは、ズバイや脳に疾患を持つ患者を支援するためのチャリティーイベントであり、約15万ユーロの寄付金を集めた。やがて、その他の支援にも寄付金が使われるようになった。2006年に、 第3回クレアティーベプファートが開催された。これは文化サークルの文化フェスティバルである。このフェルティバルには著名な芸術家、芸術教育家とベ連ンのグループ、クラブ、個人が参加する。第2、または第3アドベントの日曜日に、教会広場でクリスマスマーケットが開催される。2年に一度、ベ連ンで産業賞が開催される。 ベ連レンには二つの体育館、四つのスポーツ広場、一つのボルツ場、一つのローラースケート場、九つの遊戯広場、一つのブール場、一つのテニス場、一つの屋内テニス場がある。また、ベストファーレンで典型的な自転車道や乗馬道、さらには最新のストリートサッカー場もある。ベレン駅町内連邦道 b 号線と、これと平行に、 鉄道ミュンスター・ビーレフェルト線が通っている。ベーレン駅はバーレンドルフ鉄道の駅であり、1時間ごとにミュンスター・ギュータースロー・ビーレフェルトを結ぶレギオナルバーン RB67 デアバーレンドルファー号が運行している。この列車は2013年12月15日からオイロバーンによって運行されている。それ以前はノルト・ベストバーンであった。ベーレンは ミュンスターラント交通会社の管轄地域に属す。バーレンドルフ域及び、レーダビーデンブリュック域の地方バスが運行している。ベーレンには、以下の企業がある。幼稚園と託児所カトリックの西ヨハネス幼稚園と、民間主導のエルテルンフィアキンダーが運営する、フリードリヒ・フレーベル託児所及び、アレクセ・ヘーゲマン託児所が、就学前の子供を預かっている。 民間指導の託児所は、ベーレンファミリーセンターに入居している。学校、ベーレンには、カトリックの基礎家庭学校が1校ある。2013年にホンガーレン本家庭学校が閉鎖されて、以後、上級の学校で学ぶためには、近隣の町へ行かなければならない。そのための通学費用は、公共交通機関のためのチケットという形で、援助される。この他に、バーレンドルフ、 テルクテ、ベ連ン市民大学目的連合や、ベックムバーレンドルフ音楽学校が利用されている。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。